はい、さい、どうも東京地区アナウンサーの伊畑石です。さあ、いよいよ2月28日の決戦が近づいてまいりました。昭和48年生の大東急大会で大勝負に挑みます。流星白雪 VS デビューから2連勝しております新力ベイビー、なんとこの顔合わせです。はい、こちらが流星白雪のオーナー、はい、赤嶺豊さん、新力ベイビーオーナーの平田ひとみさん。なんか不思議だね、こんな感じなんですね。ではまず意気込み聞いていきましょう。赤嶺さん、もう試合が近づいてますが、相手は2連勝の新力ベイビー。対戦決まった時どんなお気持ちでしたか？もうドキドキさ、もう相手はスーパールーキー、人気実力ナンバーワンさね、若手のね、もうこれとやるって言ったらお客さんも喜んでくれると思って、自分も一生懸命頑張ってるんで、なるほど、いい試合できたらいいなと思うよ。そして、はい、ひとみさん、相手はベテラン級で元徳之島のチャンピオンという肩書きがついてます。どういう気持ちですか？とても緊張します。やっぱ緊張するよね。やっぱします。やっぱり徳之島の中量級チャンピオンだし、沖縄でもやっぱり戦歴もありますし、勝ち込んでますし、やっぱりベテランっていうのもあるし、年の差もあるし、やっぱり闘技のレジェンドっていうのがすごい大きな壁なんで、それを乗り越えられるようにグループみんなで頑張ってますね。ちなみに、ひとみさん、赤嶺さんの印象ってどんな印象をお持ちですか？ファンなんです。本当にファンみたいよ、もともとだから実は対戦ちょっと嫌だったんだよね。そうです。牛はしょうがないですけど、赤嶺さんのことを闘牛場で見て、この人かっこいいと思って、すごいファンだったんで、闘牛来るたびに赤嶺さんが成功するのとかもすっごい見てたから、決まった時のあの複雑さそう言われてますよ、赤嶺さん変なだね。赤嶺さんの成功をずっと見てかっこいいなと思ったけど、今回は対戦だから、もうお互い頑張ろう ね、 ね。じゃあ白雪としてはどんな戦いに持っていきたいですか？やっぱりベイビーがスタートから多分右左かけて攻撃してくると思うんで、もう白雪はもう我慢して、道具で、ね、角で傷つけながら長期戦に持っていったら勝機あると思うんで、もう前半は多分耐えて、あの角で傷つけながらボディーブドウのように効いていったら、長期戦だったら勝つと思うんで、はい、そういうことがありましたが、はい、じゃあ、はい、ベイビーとしてはどんな戦いに持っていきましょう？ですね、やっぱり白雪のあの鋭い道具に対して、ベイビーは都外なんで得意の右左の掛け、速攻から絶対にあの打たさないように賭けで止めて、そのまま速攻で持っていきたいです。おお、お互い気合い入ってます ね。でもこれはもう勝負の世界だから、どちらかに勝ち星がついて、どちらかも負けないといけません。はい、これは勝負の世界ですが、もうお互いですね、じゃあ健闘をたたいて、この時期コロナで握手を忘れて、グータッチでもしましょうか。はい、はい、頑張りましょう。頑張ろうね。よろしくお願いします。いいのが見れました。旦那さんからのリクエストがありましたよ。リキーから。あれやります、一応。やっとく？やっとく？いや、いいからやろ。なんか、カメラに向かって、なんか、あいいや、やってっていうリクエストがあったんですけど。いいですかね。じゃあやりましょうか。はい、はい、お互い頑張るという意味を込めて、はい、カメラに向かってヤグイアイヤでいきますか。じゃあ、はい、はい、せーの、はい、アイヤ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 、これ何をやってるんでしょうね。はい、お互い頑張ってください。はい、頑張ってください。